モンテアルバン7号帽で発見されたカワセミの仮面。西暦およそ1300年から1350年頃、ミシュテカは、メソアメリカの先住民で、メキシコのオアハカ州、ゲレーロ州、プエブラ州を合わせて、ラミステカとして知られる地方に住む。ミシュテカ諸語は、オットマンゲ語族の中の大きな文化である。ミシュテカという単語は、ナワトル語のミシュテカパン、すなわち、雲の人々の地に由来する。 ミシュテカ語が話されていた地域はミシュテカとして知られる。ミシュテカ人は自らのことを彼らの言葉でサーンダビ、ダーンダビと呼び、彼らの言葉の地域編集ではツ、ウンセビ、ニューセビ、ニュージョー、ニューダビ、ナーセビと呼んでいた。サキコロンブスキ、ミシュテカはメソアメリカの主要な文明の一つだった。ミシュテカの重要な古代の中心地にはティラントン語のことに加え、アチウトラ、 クリラパン、ワフアパン、ミトラ、トラシアコ、トゥトテペク、フストラワカ及びユクニュダビの遺跡が含まれる。ミシュテカは古代都市モンテアルマンを大幅に再建した。ミシュテカ工人が石材、木材、及び金属で作った製品は当時のメソアメリカ全域を通じて陳調された。ミシュテカはスペインの征服者がやってくる前、アステカ工程アウィトルによって30年ほど、 征服されていた。彼らは、スペイン人とペドロデアルバラード率いる中央メキシコの同盟軍に鎮圧されるまで、スペイン人の支配に対し、激しく、チミドロの抵抗をした、歴史上のミシュテカ地域を示す地図。千個天気の考古遺跡は三角、古天気の遺跡は丸い点、そして五個天気の遺跡は四角で印をつけている。ミシュテカ地域は、歴史的にも現在でも、 おおよそ、オアハカ州の西半分に相当するが、いくつかのミシュテカの集落は隣接する、プエブラ州北西部やゲレーロ州まで分布していた。ミシュテカの人々と彼らの母国は、しばしば三つの地理的、文化的地域に分けられる、山岳地帯、その周辺、及び、オアハカ渓谷の西に住む、ミシュテカアルタすなわち高地、ミシュテカコレラ高地の、北方と西方に住む、ミシュテカバハすなわち低地,地、 ミシュテカ、そして南の平野と太平洋沿岸に住むミシュテカデラコスタである。ミシュテカの歴史にとってミシュテカアルタは中央高地に位置するミシュテカ国家の首都と共に支配的な政治勢力だった。オアハカ渓谷それ自体はしばしば紛争境界地域となり、時にはミシュテカに、時には東の隣人サポテカに支配されていた。コイシュトラーカ盆地にあるエヌ。 んダクサーグイ洞窟は、ミシュテカの重要な聖地である。ミシュテカ文字も参照ミシュテカ語と、その近接書語は、20世紀末の段階でおよそ30万人に、達する人々によって話されていると推定されているが、ミシュテカ語話者の大多数は、実務的に、スペイン語も話すこともできる。ミシュテカ書語のいくつかは、ミシュテカ語以外の名前、特に、クイカテコ語やトリキ語と呼ばれる。 スペイン征服以前のミシュテカ語文書の一つである、ヌッタル絵文書、大英博物館像、ミシュテカ語はその写本、もしくはその歴史と経図を鹿側に折りたたまれた本の形式で描いた絵文書によって人類学上よく知られている。ミシュテカの絵文書には、数字は、文字は、半字絵のような絵文字を使い、絵全体で物語を表現している。絵文書に記載された、 最も有名な物語は八の六王のものである。この名前は彼の生まれた日にちなみ、彼の個人名は、ジャガーの爪である。ボドリ絵文書とヌッタルエ文書を含むいくつかの絵文書に、八の鹿、ジャガーの爪の序字的な歴史に関連する記述があり、彼がミしテカのほとんどの地域を征服し、統一することに成功したことと最後には五十二歳の、時と戦いに敗れ生贄になったことを記している。 当地では、スペイン語で、エルプエンテコロサルとして知られる自然のホラー穴を利用した洞窟遺跡。言語では、コーデックス、コディチェと記されるため、写本、写本と訳されることがある。キリスト教関係の写本と区別するため、英文書と呼ぶ方がより適切と思われる。マヤのツォルキン歴とは異なり、アステカの260歴に近い内容の暦を用いていた。 塗ったるという表記と納豆るという表記が並立している。ありがとうございます。